ダキンフィールド・ヘンリー・スコットダキンフィールド・ヘンリー・スコットは、イギリスの植物学者である。特に古植物学の分野で重要な人物である。ロンドンで生まれた。父親は建築家のジョージ・ギルバート・スコットである。オックスフォード大学で学んだ後、ビルツブルグ大学の植物生理学者、ユリウス・フォンザックスの下で学び、博士号を得た。1885年から、 ユニバーシティカレッジロンドンの植物学の準教授を務めた後、1885年から1892年まで、ロイヤルカレッジオブサイエンスのトマス・ヘンリー・ハクスリーの元で準教授となった。1892年に、王立植物園付属のジョドレル研究所の名誉、学芸員となり1906年までその仕事を続けた。 植物化石の研究で古植物学の分野の基礎を築いたウィリアム・クローフォード・ウィリアムソンの指導を受け、1896年から1897年の間、ロイヤル・カレッジ・オブ・サイエンスで古生物学の講座を開き、1900年に影響力のある教科書を出版した。1894年に王立協会のフェローに選ばれ、1906年にロイヤルメダルを受賞した。 1921年にリンネメダル、1926年にダーウィンメダル、1928年にはウォラストンメダルを受賞した。D.H. スコットは植物の学名で命名者を示す場合にダキンフィールド・ヘンリー・スコットを示すのに使われる。ありがとうございます。